あなたの情熱で1500億円企業を作りませんか？今そんな驚きの募集をする男が TBM 山崎信義。もう一度日本をこうハングリーにこう危機感持ってもっぺん復活するぞって言って挑むべき時なんじゃないかなって。実は山崎、世界が注目するベンチャーを創業。その企業価値は1000億円を超えると言われる。手掛けるのは環境に優しい様々な新素材だ。環境負荷とやっぱ社会に貢献できるやっぱり素材開発っていうのを進めていくっていうのはもう会社としての使命なので。山崎が独自の技術で石灰石から生み出したプラスチックのように使える新素材ライネックス、これに世界が注目。ユニコーン企業と呼ばれるまでに成長を遂げた。世界で挑んで世界でやっぱりインパクトを与えていこうと思った時にユニコーン企業って言われるような規模感で、まあ、挑戦をしていかないとソーシャルインパクトなんてやっぱ与えていけないと思うんで。ユニコーン企業とは非上場で企業価値10億ドル以上と評価されるスタートアップ企業のこと。実は日本その数が驚くほど少ない。アメリカには600社以上存在するが日本は10社にも満たない。国の未来を作る若い企業が生まれていないのだ。30何年前には日本の企業が世界時価総額のトップ10のうち最高7社までランクが入ってた。今の若い人たちがそれを聞いてどう感じるのかな。僕はそういうふうにあのなれるチャンスはまだまだ あると思ってるんで。この未来への熱い思いが山崎を動かした。それがユニコーン企業を目指す人材を募集する CEO オーディションの開催。日本からこう世界に挑んで、まあ、大きなテーマで大きな挑戦をしていきたい、そういう人たちと出会いたい。このオーディションというのはもうありとあらゆる方々にこう平等にチャンスがあるものだと。山崎がタッグを組むのはチームエナジー創業者中村誠司。さまざまな企業を育てグループ30社を経営、上場企業も生み出している。やっぱり社会変えていきたい、世界変えていきたい、ユニコーンになったろうという気概のある人たちが何人かが集まってくればですね、大きな力になると思ってます。次のユニコーン企業を生み出すためのこの CEO オーディション、参加費は無料で経験も年齢も不問。しかもビジネスプランがなくても社会の問題解決への情熱さえあれば応募可能だ。合格者にはビジネスプラン作りから投資家へのマッチングなどさまざまなサポートが用意されている。今回 の、まあ、あの応募っていうのはもう個人としてもチームとしてもあの無料で応募ができるんで、ぜひ皆さんあの応募いただければと思いますんで、よろしくお願いします。お待ちしておりますんで。ということでこの前代未聞の起業家オーディションに独占密着。日本の未来を変える挑戦をドキュメントします。さああなたもその未来への熱い思いでユニコーン企業を作りませんか？